反捕鯨とは、海洋保護を求めて、局地的、または、世界的に、様々な形態の捕鯨を終わらせようとする、人たちによって取られる、行動のことを指し示す。そのような積極行動主義は、大抵、商業捕鯨、調査捕鯨、及び、生存捕鯨を行う、捕鯨賛成国や組織との特定の衝突に、対応する。反捕鯨派の中には、 暴力的な直接行動を含む極端な手法に対して批判と訴訟を受けているものもある。反捕鯨という用語はこれらの行動に関連する心情や活動について説明するために用いられることもある。反捕鯨行動主義は他の形の行動主義や環境意識に比べて短い歴史を持つ。環境団体の初期のメンバーは20世紀に 世界中の捕鯨に抗議することを始めた。これらの行動は捕鯨業の大規模な成長によるクジラの減少に直接反応した。1946年に国際捕鯨委員会はクジラ資源の適切な保護に備えるために世界の14の捕鯨国によって設立された。その後数年の間に 半捕鯨ロビーは IWC に足場を確保し、大衆の支持は成長した。1966年に、漁業及び公開の生物資源の保存に関する条約は、世界の海洋保護における第一歩を取った。この国際協定は、特にクジラを含む海洋生物の乱獲に反対するために設計された。1972年にアメリカ合衆国は、 特に天然資源の管理と保護への生態系の研究方法を求める法律の第一条として海洋哺乳類保護法を可決した。この法律は海洋哺乳類の狩猟と殺触を禁止し、合衆国内で海洋哺乳類のパーツや製品に加え、あらゆる海洋哺乳類の輸入、輸出、及び販売のモラトリアムを制定する。同年、合衆国は海洋保護、調査、 保護区法を制定し、海洋保全地域プログラムを設立した。環境団体グリーンピースは1970年代前半にシエラクラブの分子として結成した。1975年にグリーンピースは世界中のクジラ戦隊に盛大に対決することによって最初の反捕鯨キャンペーンを始めた。2年後にグリーンピースのメンバーの分派が特に直接。 行動の急進的な方法を用いて、海洋生物を保護するためにシーシェパードを結成した。南極海での日本の調査捕鯨を撮影し、証拠集めをするオーストラリアの税関。2008年加盟国からの増加する圧力の後、1979年に IWC は実質的な保全対策として、インド洋クジラサンクチュアリを制定した。 3年後の1982年に IWC は商業捕鯨の一時禁止を採択した。このモラトリアムは1986年に施行され、調査捕鯨は認められた。日本が研究計画の援助のもとにクジラの狩猟を再開したとき、いくつかの反捕鯨国と組織は継続的商業捕鯨のためのモラトリアムの抜け穴を批判した。 1994年、IWC は南極における繁殖地のクジラを保護するために南極海クジラサンクチュアリを設置した。1998年にさらに2つの聖域が反捕鯨国によって提案されたが、それらは IWC で十分な票を獲得しなかった。過去10年を通して捕鯨賛成国と捕鯨反対国が IWC で 議論や審議する間に民営の活動家は商業捕鯨に対する幅広い抗議運動を組織した。中でもグリーンピースとシー・シェパードはノルウェー、アイスランド及び日本によって行われた捕鯨に対して直接行動のキャンペーンを別個に続けている。その両方はまた関心を高めるためのメディアキャンペーンと他の公的なアウトリーチの指揮をとっている。 各組織はそれぞれ異なる活動家哲学を持つ他方を批判し、次に捕鯨賛成国と捕鯨反対国の両方からの批判を受けている。1910年に撮影された魔家族によるクジラの解体、シーシェパードによる生存狩猟に対する妨害行為がいくつか存在する。魔家族の人々が伝統的な狩猟を蘇らせようとしたとき、 シーシェパードは複数の追跡ボートでそれを妨害した。一方、グリーンピースはシーシェパードと異なる立場を取り、ま、家族のような集団による捕鯨文化の復活は問題ではないとした。グリーンピースはすべての商業捕鯨に反対し、それらは決して持続可能ではないと主張しているが、先住民による持続可能な生存捕鯨には、 反対しないと述べている。そして捕鯨に代わる、経済活動として、ホエールウォッチングを促している。次の組織、人物は、反捕鯨活動を参加、または支持している。ピーター・ギャレット反捕鯨行動は、環境問題活動と、海洋保護の両方の一部である。表現形式は、メディア及び政治を通じて、デモンストレーション、直接行動。 アウトリーチとしての抗議活動を含むが、これだけに限らない。反捕鯨行動主義の最も目立つ表現が、しばし抗議の講習のデモ活動である、人々の集団による、非暴力行動、その範囲は簡単な表示の看板から、横断幕、ピケッティング、デモ行進、集会にまで及ぶ。また、通常これらは直接行動であると考えられるが、 封鎖や座り込みなどのアクションもデモ活動と呼ぶ場合がある。直接行動は、通常の社会的、政治手段の外側で反捕鯨を目標として、達成するために、個人、集団、または政府によって行われる活動である。商業的かどうかにかかわらず、捕鯨に従事するとみなされる人や集団、あるいは財産を標的とした、非暴力、及び暴力活動などである。 非暴力的な直接行動の例には、ストライキ、封鎖、職場選挙、座り込みと落書きが含まれる。暴力的な直接行動には、サボタージュ、バンダリズム、襲撃、脅迫、及び殺人が含まれる。直接行動は時々市民的不服従の形を取るが、あるものは刑法に、いつも違反するというわけではない。なお、これらの抗議活動や、 公術のロビー活動で訴えるというのは、欧米の市民運動では、特段珍しいことではないのだが、抗議を受ける側の捕鯨国である日本にはそういう文化がないので、過激に移るという指摘もある。また、この抗議活動は、基本的に支持者にアピールするためのものであり、抗議の様子の映像の撮影の際にはかなり演出が加わっており、支持者に共感を得やすい。 感情論であることが多い反面、反捕鯨団体がその感情論を、公の場で捕鯨の反対の理由にしてはいないにも、かかわらず、学面通りに受け取った、日本の論者は、口述の対立の構図に見られるように、反捕鯨の真の目的に、感情論に基づく、クジラの擬人化を挙げている。また、保全生態学においては、人気がある動物を、 フラッグシップ種として扱い、全体の保護のために一部の人気のある動物を全面に押し出す手段もまた珍しいものではないが、日本においては馴染みがないため、論者からはクジラの新生死につながるものとして論じられる。講義は、しばし反保芸活動の宣伝につながる一方で、一般の認識を立ち上げる、より直接的な方法がある。メディアアクティビズムは、 社会運動のためにメディアと通信技術を用い、及び、またはメディアとコミュニケーションに関連する政策を変えようと試みる。ウェブサイト、開放、実施要請、パンフレット、本、講演ツアー、集会と大量メールはすべてアウトリーチの努力の例である。変化に影響を与える他のより正式な方法は政治運動、外交、交渉であり、 ロビー活動は政府によってなされる決定に影響を及ぼす方法である。これは他の国会議員、有権者、または組組織化された団体かどうかにかかわらず、国会議員と職員に影響を及ぼすあらゆる試みが含まれる。青森公立大学の丹野大教授によると、社会科学的方法を用いたデータ分析の結果、反捕鯨問題には、 暗黙的日本叩きの存在が認められ、米露など自国の捕鯨には比較的寛容だが、諸民族の中でも日本人の捕鯨に最も強く反対しているなどの特徴が見られており、反捕鯨意識を高める要因として他民族の文化を認めようとしない文化帝国主義、クジラの擬人化、動物圏の保護などを挙げている。財政上の理由から環境団体は常に キャンペーン用の対象を必要としており、反捕鯨運動が抗議ビジネスと化しているのではないかとの指摘もある。実際問題として、海外輸出に依存している多くの日系企業が、献金せざるを得ない状況に追い込まれたとの指摘がある。一方、ベルギーのルーベン・カトリック大学の日本学を専攻とする捕鯨問題研究によると、学者は、 科学的不確実性とそれに関連した予防原則が IWC の行き詰まりの一因と主張していると指摘している。ありがとうございます。